ございます。阿川佐和子です。今日のゲストは私がご紹介するまでもない方です。この曲にて17年半もの長きにわたって月下水木金、月下水木金とにっこりおはようございますって言ってらした方です。今何してらっしゃるんでしょうね、女優の岡江久美子さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと久しぶりにあの花丸の感じでちょっとやってみて。はい、はい、花丸マーケット、はい、オープン。あ、懐かしい。今日のゲストは女優の岡江久美子さん。新型コロナウイルスで女優の岡江久美子さんがお亡くなりになった。はい、今日午前、新型コロナウイルスによって、肺炎により、新型コロナウイルスによる肺炎により都内の病院で、女優の岡江久美子さんが亡くなられたという速報が今入ってきました。方で、あのなんかもう今言葉がないですね。あの番組の司会なんかもしてらっしゃいましたけども、大変聡明で、それ何よりも元気はつらつっていうのが岡江久美子さんじゃないですか。もう我々の周りに本当に迫ってるっていうふうに思わないといけないですね。あの介護のために、家の方に引っ込まれていて、あんまりその人との頻繁な接触ってなかったはずじゃないかなと思うんですけれども ね、 だるいっていうのが私の辞書にないんです。もう毎日が祭りっていうのが私の心情なんで、も毎日が楽しければ、今でも、それが不安でしたね。いつ終わるのって、私の自由はいつ来るの、もうこんなおばあちゃんになっちゃうんじゃないと思ってたの。でも絶対物事にはまあ終わりがあるから、じゃあ来るべきものが来たっていう感じ、やっぱりいつかは終わるんだなって、物事ってね、やることはやったってこと、はい、いやね、だから本当にやらなくちゃっていうよりもやろうとっていつもなんか前向きになるべく考えるようにしてますね。シカゴのムーンライトセレナーデ、私もう最後のなんか自分のだからお葬式とかに使ってもらいたい曲いっぱいつなぎ合わせてるんですよ、自分が好きだった曲、だそういうので送り出してほしいんですよ、自分の曲、というか孫のための母乳のために母乳もあげてるの。私はあげてないですよ。あげたいんですけど出ないですかね。もうさすがに。